今日の試合は解説に福西崇史さん、実況は私西岡明彦でお届けします。熱戦を期待しましょう。よろしくお願いします。今日の試合は北海道コンサドーレ札幌対サンフレッチェ広島のカードです。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。攻撃的な 3-4-3 ですね。攻撃力が高いシステムですので爆発力はありますよ。ピッチの場所を問わずプレスをかけてボールの動きをコントロールし、相手に狙ったパスを出させないチームですね。今日のラインナップからしてもいつも通りの戦術を期待できますか？その可能性は高いですね。プレッシャーをかけて相手の自由を奪うことはミスにもつながりますからね。今日も緊張感の高い試合を見せてくれるでしょう。中にクロスが入った。いいボールを入れてきましたがここはクリア。稲垣翔、柏義文、チャンスを狙っています。タックルでボールがこぼれました。危険な位置です。緊張感が増してきます。勝ち越しゴールなるか。試合は始まったばかりですが早くも先制点が決まりました。立ち上がりを疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。ゴール前のチャンスを逃しませんでしたね。はい、力まずにしっかりと決めてくれました。違うアングルから見てみましょう。野津田学人、稲垣翔、野津田学人、見事な視野です。残念ながらゴールにはつながりません。柏義文、稲垣翔、チボールを素早く戻します。同点になるか。ここでゴールです。同点になり試合は振り出しに戻りました。試合はさらに盛り上がりを増しています。実力伯仲ですね。このゴールで同点です。こちらのカメラからの映像です。
キム・ミンテ。河辺駿、ここはよくスペースが見えていました。真ん中にクロスを上げた。中央へのボールはクリアされました。広島の攻撃です。このカットは大きい。しっかりと奪いました。野津田逆とシュートを打った。このボールは止めただけ。クリアできるか。ボールはキーパーの手の中へ。絶妙なパス。このスルーパスは長すぎたか。ポストに当たる。まだインプレーです。ここはしのぎました。危険ではありましたが守備が上回りました。シュートが枠に嫌われました。しかしこういうチャンスを生み出していければいずれ勝ち越し点が生まれそうですね。味方がフォローに来ています。勝ち越したい。決まるか。ディフェンスの選手が止めた。コーナーキックで続きます。ボールを入れた。いいボールが出ました。まだあります。ここはしっかりクリアされました。引いて守りを固めています。リードする絶好のチャンスでしたが枠に嫌われました。パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。打ってきた。キーパーがっちりとキャッチ。稲垣翔、柏吉文、川辺駿、稲垣翔。ここはクロスのチャンス。シュートを打ってきた。鈴木武蔵。スコアは1対1。ここでハーフタイムを迎えます。前半この選手のプレーがよく効いていました。あの同点ゴールは大きかったですね。ゲームを振り出しに戻しました。後半もチームを引っ張ってくれるでしょう。試合は始まったばかりですが早くも先制点が決まりました。後半のキックオフ、今度はサンフレッチェボールです。野津田逆と叩いて渡すこともできます。稲垣翔、入るか。鈴木武蔵、スペースに見事なスルーパス。前のスペースを狙う。ジェイ、キーパーこれはよく止めました。いやー素晴らしいセーブです。チームを救いました。野津田逆と、これはどうなりますか。
下がってボールに触ろうとします。強いですね。ボールを取られません。サイドから攻撃でしょうか。ここはクリアされました。ジェイ、中にクロスが入った。このボールはしっかり止めました。稲垣翔、川辺駿、パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。相手を揺さぶりながらしっかりパスをつなぎます。稲垣翔、野田、シュートは入るか。ナイスシュート、見事に決まりました。ここからはディフェンスに集中しリードを守りきりたいでしょう。ゴールキーパーちゃんと触っているんですが、ここはシュートのパワーが勝りましたね。別の角度からご覧ください。キム・ミンテ、ジェイ、いい形でゴール前まで持ってきました。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。これは見事なパスカットです。稲垣翔、柏義文、素早くパスを回しています。リードしていますから慌てて攻める必要はありません。ノスタ、川辺駿、ノツダ、ガクト、柏吉文、ラインを割りました。判定はコーナーキック。選手が交代します。疲労を考慮しての交代ということでしょうか。中に入れた。このボールは相手にクリアされました。野田、ボールを素早く戻します。野田、スペースへのボール。青山、野田、ガクト、決まった。素晴らしいシュートだ。これは自力の差が出てしまった形になりました。今以上に精度のあるシュートはないでしょう。あの威力で左に狙われるとさすがのキーパーも厳しいでしょうね。別のアングルからご覧ください。キム・ミンテ、これは見事なインターセプト。スペースに見事なスルーパス。シュートを打った。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、シュートだ。このシュートは枠に行きません。決まるかと思いましたがコースをうまく消されましたね。
青山敏弘。鈴木武蔵、ここでホイッスル。サンフレッチェ広島が見事な勝利を挙げました。試合が終了しましたが、今日の結果をどうお感じになりましたでしょうか。内容から見ても妥当な結果になりましたね。負けた側にしても今後に期待したくなるような好ゲームになりました。この選手ですが、今日は素晴らしいパフォーマンス。皆さんこんにちは。今日はセカンドレグをお送りします。実況は西岡明彦、解説席には福西崇史さんをお迎えしています。福西さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はサンフレッチェ広島対北海道コンサドーレ札幌のカードです。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。攻撃的な 3-4-3 ですね。個々の選手の能力が重要です。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。こちらも攻撃的な 3-4-3 です。さあ試合開始。まずはサンフレッチェ広島のキックオフです。さあスタジアムのテンションが上がります。カーブ、早尾、ノスタ、これはチャンスだ。バーに当たった。ボールは生きています。スローインになりましたが、ピンチが続きます。叩いて渡すこともできます。気は抜けない展開です。野津田、ガキト、柏義文、ボールを回して味方の上がりを待ちます。そこで取られてはいけない。シュートは入るか。これはキーパーのスーパーセーブ。いやー、よくあそこに届きましたね。Jサイドを崩してチャンスを作った。ゴールラインを割ってコーナーです。
ボールを入れた。キム・ミンテ、ここはクリアされました。いい形でゴール前まで持ってきました。これはオフサイドか。旗が上がっています。リプレイです。アシスタントレフリーはよく見ていました。紙一重でしたね。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。スペースへのボール、いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。サイドのスペースを使います。これはコーナーキックですね。ゴール前に入れた。さあ来た。簡単にさばけるシュートでした。野津田岳人、稲垣翔、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。このシュートはどうだ。クリア。さすがはといったディフェンスです。ジェイ、鈴木武蔵、危険な位置です。緊張感が増してきます。ここはキーパーが素早い前進、ボールを拾っています。この時間はかなり下がっていますね。サポートを使うか。クロスを中央に入れた。ダメです。いいクロスに見えたんですが。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。カウンターのチャンス、仕留められるか。柏吉文、稲垣翔、ボールをサイドへ振りました。ここで折り返したい。ボールをダッシュ、寄せが早い。鈴木武蔵、カウンターのチャンスです。佐々木翔、野津田岳人。前半終了です。未だスコアレスです。福西さん、
試合は後半に入りました。鈴木武蔵、ボールを回して味方の上がりを待ちます。中央にクロス、クロスの精度が足りなかったようです。キム・ミンテ、鈴木武蔵、ニアポストにクロスが上がった。いいボールでしたが、ここはクリア。鈴木武蔵、中の選手にクロスを入れた。ボールを大きく押し出します。カウンターアタックに入るか。野津田学人、稲垣翔、青山俊博、ここは引いています。相手を誘っているのでしょうか。野津田学人、ショートパスをつなぎます。どこから攻めるでしょうか。稲垣翔、青山、野津田学人、さあスタジアムのテンションが上がります。ここからどうする。このパスは簡単にカットされました。ここは縦をつくでしょうか。気は抜けない展開です。狙ってきた。キーパーが軽々とさばきました。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、稲垣翔、さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。青山俊博、柏義文、青山、いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。カウンターのチャンス、ここは決めたい。鈴木武蔵、青山がパスをカットする。これはスローインになります。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。進藤涼介、鈴木武蔵、危険な位置です。緊張感が増してきます。ここはしっかりクリアされました。青山俊博、柏義文、稲垣翔、素晴らしいボールです。スペースに出しましたが、これは精度を欠いたか。一進一退の攻防が続いた試合終盤、ついに先制点です。反撃の時間はあまり残されていません。相手にとって痛い得点ですね。今のゴールにより合計スコアが逆転しました。ただし残り時間で反撃の可能性は残っています。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。鈴木武蔵、クロスが入りました。中央へのボールはクリアされました。野津田学人、青山俊博、
パスが軽やかにつながります。テンポがいいですね。ここは押し出します。これは見事に奪いました。青山、ここで試合終了を告げる笛が鳴りました。サンフレッチェ広島の勝利です。このチームには残念な結果となりました。そうですね、いいチームだったんですが2試合